それでは行きましょう。よろしくお願いします。さあ、チームが用意して後半戦、黄色チーム対ビブラシチーム行きましょうか。まずは先制点狙っていきましょう。中央から右サイドワンツーで左サイド、さあ縦に1人、ナイスボール、いきなりゴール前、うまいかわしていく。うまい、ナイス。いきなり先制、ビブナシチーム1対0。さあ、いきなり決めてきた。前半立ち上がり30秒、ビブナシチーム1対0。さあ右サイドから黄色チーム、キーパーにつないで右サイドから左サイド寄せてくる、ワンタッチをカット。さあチャンスになるか、ビブラシチーム。ここは一旦ペースダウン。さあ逆サイドからつないでくる、ナイス。さあ左サイド詰めれるか、ナイスカット。ここは黄色チームディフェンス。さあまたカットが入る。ここは前から来るビブラシチーム、長いボールはつながる。さあチャンス来るか、いやナイスキー、ナイスキーパー。さあまだある、後ろからシュート、いやー惜しい、わずかに決まらず、コーナーキック、ナイスキーパー。さあ今度は黄色チーム中央に1人、さあここはショートコーナーから狭すぎるか、かわさせない。さあチャンスになるか、ここはしっかりと黄色チームがキープ。さあ今度は左サイドに展開。さあ黄色チーム追いついていきたいところ、中央から寄せてくる、このヒールをカットはビブラシーム。さあ左サイド前にスペースがある、右サイドフリー、シュートは、いやーナイス、もう一度シュート、いやーナイスキーパー、ナイスキーパー、危ない危ない、追加点ならず、ビブラシーム。さあコーナーキック、左サイドからのコーナー、早い、いやーナイス、いいポジショニング、ナイスゴール、ナイス。さあビブラシームが2点目、2対0、いきましょうか。黄色チーム追いついていきましょう。さあポストプレーから中央、右サイドに展開。さあ中央に1人、かわしていかせない、ナイスディフェンス。ここは硬いディフェンス、ゴール前。さあカットが入る、ゴール前チャンス、切り返してヒールは、いやつながらない。さあカウンターになるか、ここは黄色チームが戻ってくる、ナイスディ、ナイスディフェンス。サイドライン黄色ボール、次キーパー交代しましょう。両チームキーパー交代しましょう。さあ黄色ボールからいきましょうか。まずは立ち上がり2対0、ビブナシチーム。さあ中央からポストプレー、ナイス、倒してくるのか、いやこれはナイスゴール、ナイス。さあ2対1、1点差、追いついてくる黄色チーム。さあビブナシチーム追加点狙っていきましょうか。さあ左サイドから右サイド、動きが良くなってくる黄色チーム。さあ中央カットになる、さあここでチャンス、ゴール前、いやーナイス、ナイス、ナイスボール、ナイス。さあすぐに追いついてきた、2対2の同点。さあ追加点いけるか、ビブナシチーム。中央から左サイド、さあ縦にかわしてくるか、強引に来る。そうはここでカットになる、1人かわして左サイド、ゴール前1人、ここは行かせない、ビブラシチーム、ナイスでいい、ナイス。さあ中央からもう一度セカンドボールは黄色チームカット。さあワンタッチはつながらないか、ビブラシボール。さあビブラシチーム、ここは落ち着いて追加点狙っていきたいところ、寄せてくる黄色チーム。さあフォロー越し、ナイスでいい。さあ中央から左サイド、ゴール前はつながらない。さあ今度はビブナシチーム出さない、さあ1人ワンツーから2対2、ゴール前に1人、ここはゆっくりと上がってくるか、攻めきれるか、ビブナシチーム左サイド、ここは寄せてくる。さあカットになる、ナイスディ、ナイスディフェンス、黄色ボール。さあ早いリスタート、中央、いやこれは自らヒール、サイドライン、ビブナシボール。さあ2対2のまま中盤戦に持つのか、シュート、これはキーパー正面。さあ今度は黄色チーム右サイドから中央、ドリブルで切れ込んで、これはサイドラインで、キーパー交代しましょう。両チームキーパー交代です、キーパー交代お願いします。さあ行きましょうか、ビブナシチーム2対2のまま試合終盤、左サイドから中央ポストプレー、ヒールで流して右サイドはサイドライン、黄色ボール。さあ黄色チーム早いリスタート、中央
ここは繋がらない、ナイスディフェンス。さあもう一度最終ラインから前に、さこれがいいボール。さあトラップからヒールで預けてゴール前、うまい、いやナイス、一気に逆転、ナイスゴール、3対2。さあビブナシチーム追いついていけるか、残りが1分。さあ中央から1点差、まさかの逆転ゴール。さあ左サイド強引に来る、ナイスディ。さあカウンターになる、戻りたいビブナシチーム、右サイドはナイスディ、ナイスディフェンス。さあまだあるか、ナイスディ、ナイス、ここは行かせないビブナシチーム。さあ1点差、残り時間が少なくなってくる、ナイスディフェンス、コーナーキック。さあ右サイドから逆サイドは、ここも行かせないか。さあもう一度、あ、ワンタッチはですね、あざます、ビブナシボール。さあビブナシム取り返していきましょうか、1点差、残り時間が少ない。さあ中央ポストプレーから、ここも行かせない、黄色チーム堅いディフェンス、長いボールはサイドライン、黄色ボール。さあ黄色チーム右サイドから中央に預けて、さあ左サイドオーバーラップ、ナイスボール、これが合わないサイドライン。さあビブナシチームの攻撃、残り時間が少ない、3対2、1点差、黄色チーム1点リード。さあポストプレーから、いやーナイスイ、中央2人で、いやーこれはまだある、ゴール前シュート、いやーナイスキーパー、ナイスキーパー、ここは守りきった、ナイスキーパーですか。さあサイドからビブナシボール、ラストワンプレー行きましょう。さあ黄色チームそのまま前がかりに来る、1点差、追いつけるか、黄色チーム2人かわして左サイド仕掛けてくれ、いや惜しい、ありがとうございます、3対2、黄色チーム勝利。では次1と3の方ですね、1と3の方です。2の方でキーバスケットいける方いらっしゃいましたらご協力お願いします。黄色チームキーパー先ほどの鈴木からでお願いします。さあ赤ボールでいきましょうか、後半戦の2戦目、黄色チームと赤チーム、こちらも得点カウントしていきますんで、どんどん狙っていきましょう。さあ中央キープして2人で寄せてくる、ナイスディフェンス。さあこれは危ない、いきなり寄せてくる、ナイスプレス。さあチャンス、右サイドからゴール前、ここは赤チームしっかり戻ってくる、シュート、ナイスディ、ナイスディフェンス。さあここで赤チーム中央キープ、これがカットになる、右サイドフリー、守れるか、ナイスキーパー。さあここでチャンス1対1。さあ今度は赤チームチャンス、シュート、いやー惜しい、狙いすぎたか、わずかにポストの横、惜しい。さあコーナーキック、ワンタッチありですか、ありがとうございます。コーナーキックいきましょうか、赤チーム先制チャンス、右サイドから一旦後ろ、ダイレクト、いやーこれはジャストミス。さあゴールライン割って黄色ボール、立ち上がり攻勢を見せる赤チーム。さあ左サイドから黄色チーム中央ドリブルで仕掛けてくる、ナイスです。さあここでカットになるか、中央は、さあここで赤チームがキープ、一旦後ろで落ち着かせて右サイドから左サイド、さあ中央に流れ込んでくる、ここは黄色チーム堅いディフェンス、ナイスボール。さあワンツーが繋がらない、さあ今度は黄色チーム左サイドゆっくりと縦に1人、右サイドは合わないか、サイドライン赤ボール。さあ赤チーム中央から縦にポストプレー、ここはワンタッチで左サイド長いボールを右サイドカット、ナイス。さあ今度は中央寄せてくる赤チーム、さあもう一度中央から左サイド黄色チームがここはゆっくりとキープ、もう一旦後ろ、
さあ中央ポストプレー、ここはターンさせない、ナイスディフェンス。さあもう一度後ろから中央、ナイスボール。さあ左サイドフリー、ゴール前はナイスディッグ、ダーン、ナイスキーパー、ナイスクリア。さあもう一度黄色ボール、右サイドからの攻撃。さあ左サイドに展開。さあ縦に流れてくる、ナイスボール。いやちょっと長すぎたか、惜しい。サイドライン終わって赤ボール。さあここは近くでつないで、赤チームどちらが先制するのか。立ち上がり0対0。さあ中央からスペースがある、前に1人、ゴール前。さあターンして、ちょっとトラップ流れたか、サイドライン黄色ボール。さあ今度は黄色チーム中央から、一旦キーパーに預けて、前に1人、これが繋がらない、ナイスカット。じゃあ先にキーパー交代しましょう。両チームキーパー交代お願いします。あ、すいません、黄色チームですね、黄色チームだけキーパー交代お願いします。さあ行きましょう。立ち上がり0対0のまま、両チームスコアレス。さあポストプレーから右サイドに展開、ここは一旦後ろ。さあキーパーからもう一度組み立て直す黄色チーム、赤チームも寄せてくる。さあ後ろでつないで、ナイスボール、ターンしてチャンスになるか、ナイス、ナイスディフェンス。ここは行かせない赤チーム。さあ赤チームキーパーから中央ポストプレー。さあ左サイドフォローが欲しい、縦に一人で来るシュート、いやー入った入った入った、ナイスナイス左足。さあまずは先制赤チーム1対0。さあ黄色チームまずは同点狙っていきましょう。左サイドから右サイド、さあここは一旦後ろに預けて、前に2人、赤チームも寄せてくる、ナイスです。さあ中央から、さあ寄せてくる、ナイス。さあカウンターチャンスになるか、ここは行かせない黄色チーム、ナイス。さあ今度は左サイド浮かせたボール2対2、チャンスになるか、シュート、ナイスです。コーナーキック、さあコーナーチャンス黄色チーム、はい、リスタートシュート、ナイスキーパー。さあ今度は赤チーム中央から、ここはゆっくりと、さあここでターンしてかわせばチャンス、また一人で来る、ナイスキーパー。セカンドボールは黄色チームが勝った。さあカウンター1対1、速いドリブル止められない、ナイス。さあ同点ゴール、黄色チーム1対1。今度は赤チーム追加点いきましょうか。右サイドから左サイド縦に流れてくる、ここは中央、ナイスボール、いやいやこれが合わない。さあ黄色チームチャンスになるか、右サイドこれはトラップ合わない、赤ボール。さあ今度は赤チーム追加点来るか、中央近いでくる、ナイス。さあ寄せてくる、ナイス。さあつながる右サイド、ちょっと長いかもしれない。で黄色チームキーパー交代です。黄色チームキーパー交代お願いします。黄色チームキーパー交代ですね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。黄色チーム先にキーパー交代しましょう。すいません、ではサイドから赤ボールでいきましょう。さあよろしくお願いします。右サイド追加点両チーム欲しいところ、さあ寄せてくる黄色チーム、スカットが入る、ここは守りたい赤チーム、ナイスかわして、いやー惜しい、わずかにポストの横、逆転ゴールはならず。さあ今度はキーパーから赤チーム左サイドをカット、ナイスです。ここはしっかりと守ってくる赤チーム、ここも早い寄せ、ヒールで流して、ここはサイドライン、赤ボール。さあ赤チーム右サイドから追加点いけるか、押し上げてくる、右サイドから中央、ここも早い寄せ黄色チーム。さあフォローが欲しい赤チーム、左サイドから、ここはサイドライン、あ、ごめんなさい、黄色ボール、ナイスプレス。さあ黄色チーム中央から逆サイド繋いでくる、フリーで、いや危ない危ない。さあここもナイス、ナイスディフェンス、ナイス、危ない危ない。さあ残り時間が1分カット、さあ中央かわしてくるか、左サイドからここは守りきりたい赤チーム。さあゴール前繋いでくる黄色チーム、左サイドから一旦後ろ、さあここも左サイドから崩してくる黄色チーム、まだギブサーカットチャンス、かわしていけるか、勝負で、
ちも、いや行かせない、上がってくる、いやヒールがつながらない、惜しい、コーナーキック、さあコーナーチャンス、追加点なるか赤チーム、1対1の同点のまま試合終盤、さあ右サイドからここでカット、黄色チームギブスターチャンス来るか、いやー危ない、こぼれ球シュート、いやまたしても逆転ゴール2対1いい時間で逆転ナイスゴール、さあラスト、ラストワンプレーいきましょうか、2対1追いつけるか赤チーム左サイド、さあゆっくりとここは大事にいきたいところ、カット、さあチャンスの中ナイス、さあ勝負に来るか、ここはカット、ナイスでいい、赤チームしっかりディフェンス、さあ中央から右サイド奪い返す、追加点に来るのか、ラストワンプレー、さあここは一旦後ろに預けて中央ポストプレーから、さあカットでラストチャンス2対2、いやちょっとドリブル長いか、かわしていけるか、さあラストチャンス来るか、ゴール前シュートはまだある、ゴール前、いやープレーオン、ラストなんでプレーオン、そのまま行きましょう、左サイド、さあ寄せてくる黄色チーム、ナイスディ、かわせるか、いやー惜しい、ありがとうございます、2対1黄色チーム勝利、で次2等3の方ですね、2等3の方お願いします、それではビブナッシュチームキックオフでいきましょうか、さあ行きましょう、3戦目ビブナッシュチームと赤チーム先ほどは両チームとも黄色チームに逆転負け、行きましょう、さあ中央いきなりボール、いやーナイスキーパー、これはキーパーナイス処理、さあ右サイドから赤チーム縦に預けて、ここはサイドラインビブナッシュボールさあビブナッシュチーム中央から、まずは先制点、速いボールはこれは繋がらないか、ゴールライン終わって赤ボールさあキーパーから赤チームの攻撃、右サイド寄せてくる、ワンタッチ中央かわして、さあここは寄せてくるビブナシチーム、さあここでカットが入るか、キープできるか、ここでカット、ナイス、さあ中央狭いところ繋いでくる、かわしてゴール前来るか、いやナイスキーパー、ナイスキーパー、コーナーキック、さあ早いリスタート、中央からシュート、いやー惜しい惜しい、コーナーキック、さあコーナーチャンス、赤チーム右サイド立ち上がり攻め込んでくる、さあショートコーナーから逆サイド振り、いやーこれがジャストミートせずないシュート、惜しい、さあ今度はキーパーからビブナッシュチーム右サイドに展開、さあ早いボール中央、左サイドは誰もいない赤ボールさあ今度赤チーム浮かせたボールは直接キーパー、さあビブナッシュチーム押し返していきましょう、ここは繋がらないか、ナイスキーパー、さあもう一度左サイド、ナイスディー、今度はビブナッシュチーム、さあ繋いでいきたい両チーム、左サイドから寄せてくる赤チーム、ナイスディー、さあ右サイド、ここは動いていきましょう、ビブナッシュチーム寄せてくる赤チーム、崩していけるか、さあ浮かせたボールはここは読んでる、さあ中央から右サイド1人強引に来る、さあナイスボールからゴール前中央シュートは、いやーちょっと力がないか、ビブナッシュチーム、ナイスキーパー、さあもう一度左サイドからビブナッシュチーム縦に預けて、うまいかわしていけるか、うまい、いやーナイスうまーい、でキーパー交代しましょう、ビブナッシュチームキーパー交代しましょう、ビブナッシュチームキーパー交代ですねさあ行きましょうかありがとうございます、まずは1点目、ビブナッシュチーム先生、さあ赤チーム追いついていくか、中央いきなり来るか、ナイスディ、ナイスディフェンス、さあチャンス来るか、ゴール前混戦、
どっちが取るか。ここはビブナシチームがキープ。右サイドから奪い返す赤チーム。さあ縦に流れてくる中央。さあヒールで左サイド、いや繋がらないかもしれん。さあもう一度右サイドからナイスディフェンス。さあビブナシボール、長いボール、ないボール、ゴール中央、シュート、いやナイスキーパー、こぼれ球、ナイスディ、ナイスディフェンス、ここも呼んでるシュート、わーナイスキーパー、これはスーパーセーブ。さあ早いリスタート、中央ナイスキーパー。さあここは守りきりたい、ナイスディ、ナイスディフェンス赤チーム。さあ中央から押し上げてくる切り替えが早いビブナシチーム。さあ右サイドから逆サイド、ないボール、さあチャンスのシュート、いやー惜しい惜しい、ナイスシュート、いい攻撃。今度はビブナシチーム左サイドから、さあ赤チームは寄せていきたい。これは直接サイドライン赤ボール。まずは同点いきたいところ、赤チーム1対0。さあ右サイドから、うん、さあここはゆっくりと後ろでつないでくるビブナシチームも前がかり。さあ寄せてくる、堅い守り、崩したい、ナイスキープ。さあもう一度右サイドから中央、なかなか前に行けないか赤チーム、縦に行かせない、ナイスディフェンスビブナシボール。さあビブナシチーム左サイドから右サイド中央流れ込んでくる。さあ長いボールは直接ゴールライン赤ボール。さあ今度赤チーム右サイドワンタッチで左サイドを回してくる。さあここはビブナシチーム中央堅い守り、寄せてくる。さあここは仕掛けてくるか、ナイスディフェンス、ナイスディ。さあもう一度奪えるか、ここも赤チームがまだキープ。さあ左サイドから中央、ビブナシチームなかなかゴール前には行かせない、ナイスディフェンス。さあここでカットが入るか、ナイスキープ。さあ今度は速いボール、中央は出させない、ナイスキーパー、キーパーしっかりフォロー。さあ右サイドから長いボールで逆サイド、さあ切り返しシュート、いやナイスディ、ナイスディフェンス、こぼれ球来るか、チャンス、いやサイドネット、ビブナシチームキーパー交代お願いします。ビブナシチームキーパー交代です。ビブナシチームキーパー交代お願いします。さあ終盤戦いきましょうビブナシチーム1点リードのまま、さあ中央はつながらないか惜しい、赤チームそろそろ追いつきたい、残り時間が1分。さあ左サイド寄せてくる、ナイスディ、ナイスディ、早いプレスはサイドライン、ビブナシボール、ナイスプレス。さあ右サイドから、ここは赤チームもしっかり守ってくる、一定差。さあ逆サイドがつながらない、さあチャンスになる、3対2、中央から左サイドフリー、ワンタッチ右サイドはつながるか、ナイス。さあゴール前シュート、いやー惜しい惜しい惜しい。さあそろそろ時間がシュート、いやーこれはジャストミートせず決めきれず、ビブナシボール。さあ長いスローはキーパー出てる、ナイス。さあ中央から右サイドシュートに来るか、いやー惜しい、これも枠を捉えきれず焦りが出たか赤チーム、残り時間があと少し。さあ中央から1点リードビブナシチーム、右サイドシュートに来るか、ナイスコーナーキック。さあラスト、ラストワンプレー行きましょう、ラストワンプレー、赤チームラスト追いつけるか、ビブナシチーム追加でいけるか、ショートコーナーから。さあここでチャンスになるか、ナイスディ、ナイスディフェンス、ゴール前フリー。さああとは決めるのか、ナイス、どっちになるか、ナイス、ありがとうございます、1対0ビブナシチーム勝利。でまた次1と2からですね、1と2からやってみます。両チームですね、キーパーですね先ほどの続きからでお願いします。それでは
ビブナッシュームキックオフでいきましょう。先ほどは3対2逆転勝ち黄色チーム、ビブナッシューム今度は勝っていきましょう。中央からいきなり来るか、左サイド、さあここはゆっくりと後ろでつないでくるビブナッシューム、ナイスボール、ここでカットが入るか、これ黄色ボールでいきましょう、黄色ボールでいきましょうさあ行きましょうか、黄色ボール中央から、さあ右サイド上がってくる、ここは守りたいビブナシーム、さあワンタッチをカット、さあかわしてくる、右サイドはドリブル長いか、サイドライン黄色ボールさあ黄色チーム左サイドから中央、さあ今度は右サイド寄せてくるビブナシーム、ナイスイン、ナイスディフェンス、さあカットしてチャンス、シュートはこれはちょっと力がなかったがキーパーしっかり処理、さあ右サイドフリー、中央上がってくる、ナイスディフェンス、ここは行かせない、左サイドから、いやーナイスイン、さあ今度はビブラッシュカウンター、シュート、いやーキーパー正面惜しい、ここはサイドラインビブラッシュボール、さあ両チームチャンスを作ってくる立ち上がり、ここはワンタッチ黄色ボール、さあ黄色ボール行きましょうか、右サイドからどちらが先制するのか、さあ中央から、ここは寄せてくる左サイドオーバーラップナイス、さあ中央ターンして、これはチャンス、いやナイスキーパー、いやこれは足元滑った、さあもう一度黄色チーム最終ラインキーパーから作り直す、中央からゆっくりと周りを見て左サイドに展開、さあ前に一人ゴール前走り込んでくる、これは合わないか、ゴールラインビブナシボール、さあビブナシチーム長いスロー左サイド、さあ逆サイドに振り、一人で来るか、シュートは、いやナイスキー、こぼれ球、いや惜しい、ナイスディフェンス、さあコーナーキック、ビブナシチーム先制来るのか、立ち上がり0対0ゴール中央は速いボールセカンドボール、さあチャンスゴール前決めるか、シュートは来るか、いやまさかのナイスキーパー、これはスーパーセーブ、さあ速いリスタートシュート、ナイスディフェンス、危ない危ない、さあビブナシチームここで取り切りたい1点目、ここも打たせない、ナイスクリア、さあチャンスゴール前決めれるか、コンセスト逆にカウンター、右サイドナイスイン、ナイスディフェンス、長いボールはナイスキープ、さあ中央はつながらない、ここでカットが入る、さあ一旦後ろから右サイド寄せてくる、一人かわして、さあチャンスになる、3対1誰もいない、シュートナイスイン、ナイスキーパー戻りたいビブナシム、さあ中央からかわしてゴール前落として、いやナイス、さあここも黄色チームがカット、さあ両チーム早い攻防、中央からさあ一人置き去りか、ゴール前、いや惜しい、全員股抜きで、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、さあ行きましょう、0対0のまま両チーム、さあ縦に預けて右サイドカット、さあショートカウンター両サイド上がってくる、シュートは、いや左足ナイスゴール、ナイス、まずは先制、黄色チームがまずは先制、さあ先ほどとは逆の展開、追いかける展開ビブナシーム、さあ中央ポストプレーは強引に来るか、ナイスハンド取りましょう、ビブナシボールでいきましょう、さあビブナシチーム左サイド、これが合わないサイドライン、右サイドから黄色チーム、さあここは一旦後ろで左サイド、さあスペースがある、ここは寄せてきて逆サイドライン、いや惜しい、ちょっと長すぎたか、惜しい、さあサイドライン終わってビブナシボール、さあビブナシチームまずは同点いきましょう、ワンタッチはサイドライン黄色ボールさあ中央から仕掛けてくるか、黄色チーム右サイド細かいパスワークをカット、さあそのまま寄せてくる黄色チーム、さあこれはいいボール、いやーこれがつながらない、さあ中央ドリブル来るか、右サイドからシュートはナイスキーパー、さあカウンターチャンス、左サイドフリー、3対2右サイドワンタッチ、チャンス来るか、いやーこれは狙いすぎたか、惜しい、同点ゴールならず、さあ今度は黄色チーム早いリスタート、カウンターになる、フリーで左サイドからワンタッチ、いやーナイスキーパー、ナイスキーパー、さあ今度はうまいかわしてシュート、いやー来るか、いやー
うまーい、ナイス。1対1の同点、ナイスゴール。さあ追いついたビブナシチーム1対1。さあ今度は黄色チーム勝ち越しゴール狙っていきましょう。中央、さあここはゆっくりと、ナイス。いやー、これはサイドライン欲しい。で、両チームキーパー交代しましょうか。両チームキーパー交代しましょう。両チームキーパー交代です。さあ行きましょうか。1対1の同点で試合終盤。さあ中央ドリブルから仕掛けてくる、一人で来るのか、カットが入る。さあチャンス、黄色チーム右サイドのシュート、ナイス、ナイスディフェンス、コーナーキック。さあコーナーチャンス、早い上がり、右サイドから、いやーこれが味方に当たる、危ない危ない。さあ一人かわして、ナイスカットになるかな。ここ強引に来る。さあ長いボール、黄色チームがカット、中央から右サイド戻りたいビブナシチーム。さあゴール前チャンス、ここで追加点来るのか、黄色チーム。ここは固い守り、ビブナシチーム、ナイスディフェンス、うまい。また抜きからチャンス、右サイドオーバーラップ。さあワンツーがつながらない。さあ今度はカウンター、黄色チーム両サイドの1人ずつ、ここは一旦後ろに預けて、さあもう一度中央から左サイドかわして、いやーナイスゴール、ナイス。2点目が黄色チーム。さあ残り時間が30秒、いきましょうか。2対1。さあ中央からまた来るか、ゴール前、いやーゴール前、いやーナイス。2対2同点。さあ外人助っ人2人で崩してきた、2対2同点。残り時間があと少し、どちらか勝ち越せるのか。中央から長いボールをカット、さあチャンスになる、黄色チーム。 3対2、右サイドからシュートに来るか、逆サイドフリー、いやーいやーもったいない、惜しい、逆転ゴールならず、ビブナシチーム。さあ今度は右サイドから赤チーム、中央に1人、ここは寄せてくるビブナシチーム。さあここでカットか、ナイスです。さあラスト、ラストワンプレーいきましょうか。さあ寄せてくるビブナシチーム、ここは一旦キーパー、ラストワンプレー1点取れるか。両チーム中央から落として左サイド、ゴール前に1人かわしてくるか、いやーポスト直撃、いやー惜しい。ありがとうございます。2対2同点。じゃあ次1と3の方ですね。1と3の方です。右の方でキーパー1名様いける方、あ、すいません、ありがとうございます。赤チームの方お願いします。それでは赤チームキックオフでいきましょうか。初戦は2対1、黄色チームがこちらも逆転勝利。さあ今度は赤チーム勝っていきましょう。ナイスディフェンス、ここも黄色チーム寄せてくる。さあ逆サイドカット、さあチャンスになるか、黄色チーム左サイド、ここは一旦落ち着いて後ろでキープ。さあ今度は右サイド中央に流れてくる、これがいいボール。さあここはナイスキーパー、ナイスキーパー、サイドライン赤ボール。さあ左サイドから赤チーム逆サイドに展開、これはトラップ流れたか、黄色ボール。さあ今度は黄色チーム先制点、両チーム欲しいところ左サイド。さあここは寄せてくる赤チーム、一旦キーパーに預けて中央。さあゴール前に1人、ダイレクトカット、さあチャンスになるか、右サイド早いドリブル、ナイス、いや行かせない、ナイスです。さあカウンターになる、左サイドから3対2、守りきれるか、赤チームかわして来るか、ゴール前シュート、ナイス、ナイスキーパー。まだあるセカンドボールは黄色チームが、ここは最終ラインまで戻ってキープ。さあ今度はキーパーからゆっくりと組み立て直す、黄色チーム左サイドに展開。さあ赤チームここは固い守り、ここでカットか、ナイス。さあチャンスになる、3対1、チャンス、先制点来るのか、中央から来るね、いやーナイス。
これはしっかり決めてきた。ナイスゴール、1点目、ナイス。さあまずは赤チームが先制。先ほどと同じ展開いきましょうか。黄色チーム今度は逆転されないように頑張りたい。赤チーム、さあ中央から、ここで右サイド来るか、合わないか、惜しい、ナイスボール。さあキーパーから赤チームの攻撃、追加点が欲しいところ。さあ中央から寄せてくる黄色チーム、ナイスボール。さあチャンスになるか、2対2 中央から、ここは赤チームしっかり戻ってくる、ここでカット、さあかわさせない、ナイスディフェンス。さあ中央突破、強引に来る、いやー、しナイスキーパーここは行かせない黄色チーム。さあ左サイド仕掛けてくる、ナイス、ここは行かせない、左サイド、ナイス、ナイスディフェンス。さあチャンスになるか、繋がらない、ナイスで黄色チーム、キーパー交代しましょう。黄色チーム、キーパー交代しましょう。さあ行きましょうか。黄色チーム立ち上がり終わって1対0、1点ビハインド。黄色チーム、さあ右サイドから左サイド縦に流れてくる、ここでカットが入る、さあチャンスになるか。赤チーム追加点来るのか、中央、これがトラップ流れた相手。さあ逆にショートカウンター、右サイドから、いやーこれが合わない、ラストパス惜しい惜しいさあ今度は赤チーム早いリスタート、前に1人、さあ中央ドリブルで仕掛けてくる、さあ左サイドもフリー、ここは行かせない黄色チーム。さあまだキープ、中央からシュートが、いやーうまい、いやーこれはうまい、よく合わせた、ナイスゴール。さあ2点目が赤チーム、ナイスゴール。さあ今度は黄色チーム2点ビハインド、返していけるか、左サイド中央に1人、赤チーム動きが良くなってくる。さあもう一度後ろから、一旦右サイド、さあ前に3人、赤チームしっかり守ってくる、左サイドナイスディフェンス。さあもう一度中央から周りを見てゴール前に1人、寄せてくる、危ない、ナイスディフェンス。さあここも寄せてくる赤チーム、さあもう一度黄色チーム後ろから組み立て直す、中央、さあ右サイドに1人、ナイスボール。さあいきなりチャンスがゴール前、ナイス、ナイスディフェンス。ここも赤チーム堅いディフェンス、ダイレクトヘッドでチャンス、さあチャンスシュート、いやーバーに直撃、惜しい、3点目はならず。さあもう一度黄色チーム2点差返していきましょう、縦に流れてくる、左サイドからワンタッチをカット、さあチャンスになるか、右サイド中央、ナイスキープ。さあ強引に来るか、ここはフォローがいる、ナイス、ここで奪い返す、さあチャンス、2対1来るか、シュート、いやーこれは決めきれず、惜しい。さあ今度はキーパーから赤チーム、右サイドから中央、前がかりに来る黄色チーム、2点ビハインド。さあ中央から右サイドに1人、寄せてくる黄色チーム、股抜きからのカットになるか、ナイス奪い返す、ナイスフォロー、どっちか取るか、ここで黄色チームはキープ。さあ中央から、うまい、ナイボー、ゴール前、いやーこれは止められないか、ナイスゴール、2対1。でキーパー交代しましょう、黄色チームキーパー交代です。さあまだ1点差がある、赤チーム守りきりたい、右サイドから寄せてくる、うまい、さあ中央から3対2になる、ゴール前フリー来るか、いやーナイスナイス。さあまた2点差に戻してくる赤チーム、さあ黄色チームまたすぐに取り返していきましょう、2点差、中央から左サイドゆっくりと周りを見て、右サイド赤チーム、ここは固い守り、さあ黄色チーム崩していきたい、中央から寄せてくる、ナイス、ここで奪ってまたチャンス、うまい、一人かわしてあとはゴール前、いやー来るか、いやーハットトリック、ナイスゴール、ナイス、4点目が赤チーム。さあ黄色チーム顔を上げていきましょう、まだ3点差、残り時間があと少し、右サイドから中央から、ナイボー、ゴール前、いやーこのヒールは合わず惜しい。さあ今度はキーパーから赤チーム、
3点リード、勝負は決まったか。右サイドからかわしてくる、中央、さあカットが入る、来るか、ナイス。さあもう一度ここで右サイドキープ、切り返して赤チームが寄せる、ナイスキーパー、ここはキーパー落ち着いて処理。さあこれもナイスボール、来るか、ナイスキー。さあラスト、ラストワンプレー行きましょう。右サイドから1点でも返しておきたい黄色チーム、4対1。さあ中央上がってくる、全員攻撃、カットが入る、さあチャンス誰もいない、キーパー上がってくる、シュートが、いやーナイス、ナイスディフェンス。さあ今度は黄色チーム、ラストワンプレー、中央出させない、ナイス。さあここでキープ、ラストもう1点来れるか、シュートが来るか、ナイスディフェンス、硬いディフェンス赤チーム。さあそのままです、カットかわしていけない、ラストはナイスゴール、4対2、ナイスシュート、赤チーム勝利、ありがとうございます。では次2等3の方ですね、2等3の方です。ビブラシム先ほどの続きですね、キーパーお願いします。でビブラシボールで行きましょう、よろしくお願いします。さあ3戦目赤チーム対ビブナシチーム、今度の試合はどうなるのか。さあ中央からいきなり仕掛けてくる、ナイスディフェンス、ここは行かせない赤チーム。さあシュート、いやーナイスでいい、ナイスブロック、サイドラインビブナシボール。さあビブナシチーム速いボールはここでカットが入る、赤チームがキープ。さあ中央から右サイドに展開、ここはゆっくりと落ち着いて攻撃、サイドラインビブナシボール。さあ立ち上がり来るのか、中央走り込んでくる、長いボールはこれがつながる。さあゴール前に3人、5、カット、さあチャンス、3対2戻ってくるビブラシム、右サイドはつながるか、ナイスキープ。さあまだキープ赤チーム、ここでカットが、いや強引に来る、さあゴール前決めるか、いやー強引に持ってった、ナイスゴール、ナイス。さあまずは1点目赤チームが先制、開始30秒。さあビブナシチーム追いかける展開、行きましょう右サイドからさあここは左サイドに展開、さあ速いボールはここでカットが入る、さあ右サイドから左サイド上がってくる、ここは行かせないビブナシチーム、ナイスディフェンス。さあ今度は左サイド、長いボール、ナイボー、さあトラップから、これはちょっと流れたか、ナイスキープ、まだキープ赤チーム。さあもう一度右サイドからシュート、いや惜しい、これが枠の外、惜しい。ちょっと一回止めましょうか、雨降ってきたんで、荷物とか避難する方いらっしゃいましたら中入れちゃいましょう。それではすぐ止んでくれることを祈っていきましょう。
よろしくお願いします。さあ中央からビブナッシムまずはどこから攻めるか、中央ポストプレー。さあここは一旦後ろから縦に速いボールはカット、ナイスです。さあビブナッシュボール、後ろから来るか、ナイスカット、いやに敵に当たってナイスゴール、ナイス、打たなきゃわからない、ナイスゴール。さあ今度は赤チーム行きましょう、左サイドからゆっくりと中央ポストプレー、ナイスキープ。さあ来るか、追加点、ここは一旦後ろに預けて、左サイドからの攻撃、赤チームつないでくる、ナイスカット。さあビブナッシュチームが今度は中央からここは行かせない、赤チームナイスです。ここも行かせない、ナイスでいいビブナッシュボール。さあどちらが追加点来るのか、1対1。さあ左サイドキープして、ナイスディフェンス、ここは寄せが強い赤チーム。さあ早いリスタートカット。さあビブナッシュチームダイレクトでナイスターン。さあチャンス、シュートぐらい、いやー左足一線、ナイスゴール。さあ追加点がビブナッシュチーム、逆転ゴール2対1。さあ赤チーム、ここは追いついていきたい、中央からゆっくりと左サイド前からプレスはビブナッシュチーム。さあチャンスになる、浮かしたボール、うまい。さあトラップからシュートは、いやーナイスキーパー、ナイスクリア。さあコーナーキック、ビブナッシュチーム。さあビブナッシュチーム追加点来るのか、ナイスイ。さあチャンスになる、赤チーム縦に長いボールはここは読んでる、でビブナッシュチームキーパー交代しましょう、ビブナッシュチーム、ビブナッシュチーム先にキーパー交代しましょうか、すいません、赤ボールでサイドから行きましょう、ビブナッシュチームキーパー交代しましょう。さあ行きましょうか、ビブナッシュチーム逆サイド、ナイスボール。さあゴール前、ここは行かせない、ビブナッシュチーム逆サイドライボー、いやー惜しい、これはちょっとトラップ流れたか、サイドライン、ビブナッシュボール。さあ赤チーム追いついていきたい、中央から左サイド縦には行かせない、ナイスカット、強引に来る。さあチャンス、ゴールは、いやー惜しい、あと一歩合わず。さあ切り替えたいビブナッシュチーム、右サイドオーバーラップ、ナイス、一人かわしてシュート、いやーナイスキー、ナイスキーパー、惜しいシュート、同点ゴールならず、2対1のまま。さあ中央カットになる、さあ2対2、左サイドから、いやーこれはちょっとスリッピー、惜しい。さあ今度は赤チーム直接キーパー、さあ今度はビブナッシュチームキーパーから速いボール、いやーこれはちょっと速すぎたか、トラップできず。さあ今度は赤チーム、この辺で追いついていきたい、中央危ない、ナイス、1人かわして左サイドさあ今度は中央から2対2になるか、右サイド流れ込んでくる、左サイドはちょっと合わないか、ビブラシボール。さあビブラシム中央から左サイドフリー、前にスペースがある、さあ仕掛けてくるか、シュート、いやーこれは合わないか、サイドライン、ビブラシボール。さあビブラシチーム右サイドが中央、ナイスカット。さあもう一度後ろから組み立て直すビブラシチーム、右サイドからポストプレーをカット。さあ今度は赤チームが強引に来る、さあまた来るか、中央上がってくる、行かせないじゃないですか。さあチャンスの中、左サイド、いやー惜しい、ここはサイドライン、ビブナッシュチームキーパー交代しましょう、ビブナッシュチームキーパー交代しましょう。さあ行きましょうか、2対1のまま試合終盤。さあ右サイドから寄せていきたいビブナッシュチーム、ここは一旦後ろに預けて寄せてくる、ナイス、ナイスディフェンス。さあプレスをかけてくる、長いボール、ないボール、チャンス、いやーナイスキーパー、危ない、同点ゴールならず。さあもう一度ビブナッシュチーム中央から縦に流れてくる、これはつながるか、惜しい、サイドライン終わって赤ボール、赤チームそろそろ追いつきたい、残り時間があと30秒。さあ中央、これがトラップ合わない、さあビブナッシュチームの攻撃、左サイドからナイスボール、ワンタッチがつながる、ここで戻ってくる赤チーム、ナイスです、ここはしっかりキープ、ここも寄せてくる、ナイスキープ。さあもう一度中央、さあ前にスペースがあるか、ここは右サイドゆっくりとオーバーラップ、中央も上がってくる、さあポストプレーからヒールが合わない、ゴールキック。さあキーパーから長いスロー、天井に当たってつながる、さあチャンス、また抜きから、いやナイスキーパー。
さあラストラストワンプレー行きましょう。2対1のままラストワンプレー、ビブラシチーム1点リード。さあ右サイド振りシュートが、いやーなんてありがとうございます。2対1ビブラシチーム勝利。残り時間、少ないんでちょっと短めになりますが、残り3試合ですね、行きましょうか。よろしくお願いします。さあビブナシチームからキックオフ。さあ今度はラストマッチ行きましょう。3周目、さあいきなり5位に来る。いやー欲しい、ナイスファイトいきなり突っ込んでくるビブナシチーム。さあ今度は黄色チーム、ラスト分かっていけるか。1勝1敗この組み合わせ。さあ左サイドから中央、ここは寄せてくるビブラシチーム、ナイス。さあ逆サイドはこれがナイスボールになるか、ナイスかと。さあチャンス、2対1フリーでシュート、いやー今度は先制黄色チーム、ナイスゴール。さあまずは1対0黄色チーム先制、いきましょうか右サイドから。さあここは黄色チーム寄せてくる、かわしてくるか、ナイス。さあまたチャンス、1対1、いやーもったいない、ナイスプレスから連続ゴール、2点目。さあビブナシチーム疲れが出たか、中央から右サイド、これが合わない、サイドライン切るボール。さあ黄色チームがぜん元気が出てきた、右サイドフリーワンタッチ、いやーポスト直撃惜しい、追加点はならず。さあ助かった、右サイドからビブラシチーム逆サイドに展開、ナイスボール、これがカットになる。さあまたチャンス、右サイドハットトリックくるのが、いやーうまい30秒に1点ずつハットトリック、ナイスゴール。さあ3対0ではキーパー交代しましょう、両チームキーパー交代しましょう。さあ行きましょうかビブナシチーム3対0雨も強くなってきた、行きましょう。さあ右サイドゆっくりとキープして、ここでカットが入る、4点目に来るのか、シュートは、いやーナイス、なんてこと、めちゃくちゃ決めてくる、まだ2分で4点、1人で4点決めてくる。さあビブナシチーム今度は右サイドから縦に仕掛けてくる、中央ポストプレー。さあ右サイドはつながるか、強引に来る、いやー欲しい、これはいやーナイス、いいところにいた、ナイスゴール、あとは触るだけ、4対1ナイスゴール。さあ追いついていけるかビブナシチーム、左サイドから黄色チーム攻めてくる、中央右サイドまた来る。さあゴール前はナイスです。さあ左サイドからナイスボール、右サイドドリブルで仕掛けてくるが行かせない、ナイスリー。さあ今度は右サイド、さあチャンスになるか、シュートに来るか、いやまさかの5点目30秒に1点男、めちゃくちゃ組めてくる。さあ行きましょう5対1。さあ今度はビブナシチーム4点差、まだいけるかさあゴールライン
待って、黄色ボールキーパーから左サイド、ちょっと雨が強くなってまいりました。さあ左サイドからゴール前するさあまたロッテダブルハットトリック。じゃあキーパー交代しましょう。両チームキーパー交代しましょう。両チームキーパー交代です。さあ行きましょうか。6対1、1人で6点。残り時間ここはサイドライン、黄色ボール。さあ黄色チーム、さあ速いボールはナイスカット。さあ左サイドから黄色ボール、中央預けて、ここはナイスカット、黄色ボール。さあ残り時間が30秒、いきましょう。ここはサイドライン、ビブナシボール。さあビブナシチーム1点でも返していきましょうか。右サイド左サイドに預けて、ここはスリッピーなグラウンド。さあ黄色ボール、さあ早いリスタート、7点目くるのか。ここはデイに預けてゴールラインを割って、さあビブナシボール、ラストワンプレーいきましょう。さあ右サイドから1点いきましょうか。ラストビブナシチーム中央、ここもカットに入る黄色チーム。さあ左サイドに展開、さあここでラストチャンス来るか。いや出させない。さあチャンス、ラスト決めれるか。いやナイスキーパー。さあ今度もカウンター来るか。7点目、いや出させない。さあラスト決めちゃってくれ。いやナイス、ありがとうございます。こちらも、1の方はラストマッチですね。ラスト勝って帰りましょうか。さあ行きましょう、ラストマッチ。左サイドから中央ナイス、いきなりチャンスになるか。赤チームシュートはやばいったナイスゴール、まずは先制、赤チーム来る。さあ黄色チームラストマッチ勝って帰れるか。中央から長いボールは直接キーパー。さあこちらもショートゲームになりますので、どんどん決めていきましょう。ここはかわしきれない黄色ボール。さあ黄色チーム右サイドから中央、さあ縦に1人、まずは1点返していきたい。さあゴール前に1人、ナイスボール。さあチャンスになる、かわして、ここは行かせないか。ナイスリー、これはわずかにポストの横。さあ左サイドに速いリスタート、中央に上がってくる。さあ今度は右サイド、黄色チームここは行かせない、サイドライン黄色ボール。さあ今度は黄色チーム左サイドからの攻撃、さあゆっくりと、ここは後ろでつないでくる。まずは1点返したい、赤チーム1点リード。スリッピーなグラウンド、うまい、いやーこれはサイドネット欲しい。さあサイドライン、ゴールライン終わって赤ボール、キーパーから左サイド縦に流れてくる、ここは行かせない、黄色チームナイスでいい。さあ中央から右サイドここがつながる、さあチャンスになる。3対2、2点目来るのか。シュートは、いやナイスナイスクリア。黄色チームキーパー交代しましょう。黄色チーム先にキーパー交代しましょう。さあ行きましょうか。黄色チーム右サイドつないでゴール前、ここが敵。さあチャンスになるか。赤チーム2点目右サイドからゴール前1人、ナイス、ここはつないでくる。赤チーム左サイドに展開、さあ縦にかわさせない、ナイスディフェンス。さあ中央、ここでカウンターチャンス、2対0、あと一歩届かず惜しい。さあ今度は赤チーム追加点いきましょうか。右サイド、さあゆっくりと左サイドに展開、縦に流れてくる、ここは中央キープ。
さあボールも滑りやすい、左サイドはつながらない、さあ強引に来るか、ここはサイドライン赤ボール、さあ今度は赤チーム1対0のままそのまま行くのか、中央黄色チームがカット、さあ右サイドは行かせないか、赤ボール、さあ早いリスタート、これも合わない黄色ボール、さあ黄色チーム中央ナイスボール、さあキーパーのスローから左サイドキープ、ここで上がってくる黄色チーム、さあ中央から、いやーこれはキーパー惜しい、じゃあコーナーキック黄色ボール、同点チャンス来るか左サイド、さあ一旦後ろに預けて、ここは守りきりたい赤チーム、1点差、シュート、いやいきなりミドルナイスゴール、黄色チームキーパー交代しましょう、ナイス、さあ行きましょうか、残り時間が1分、右サイドから同点に追いついた黄色チーム、さあ一旦落として追加点に行けるか、中央寄せてくる黄色チームナイス、縦に預けてエボー、さあゴール前に1人、いやーこれはさあここは黄色チームが後ろでキープして右サイドのエボー、さあカウンターチャンス、いやちょっと長すぎたか惜しい、さあ今度は赤チーム、ここは前からのプレスチャンス、シュート、いやーナイスナイスキーパー、さあ今度は赤チーム3対2チャンスになる、かわして右サイドフリー、ちょっと流れたか黄色ボール、さあ黄色チーム中央から右サイドに展開、さあ縦に預けて来るのがシュート、いやナイスこぼれ球シュート、ナイスキーパー、さあラストラストワンプレー1対1のまま来れるか、右サイドフリー、いやー繋がらない、かわしてラスト、いやーナイス1対1の同点、ありがとうございます、ナイスゲーム、じゃあラスト2と3の方いきましょう、1の方で1名様キーパーいける方いらっしゃいましたらご協力お願いします、ありがとうございます、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございました、お疲れ様です、ラスト行きましょう、それでは本日ラストマッチよろしくお願いします、さあ行きましょうか、いやいやいきなり来るか、ナイスディフェンス、ナイスプレス、さあサイド割って赤ボール、さあ赤チーム左サイドからここは一旦後ろ、さあ繋いでくる赤チーム右サイドに展開、寄せてくるビブナシチーム、ここでカットが入る、さあ一旦後ろに預けて左サイドに展開、雨が一層強くなってくる、さあチャンス2対1、シュートはナイスキーパー、これはキーパーシュート、いやーナイスキーパー、さあ右サイドから速いボールヘッド、こぼれ球は赤チームか、どっちだ、さあ1対1チャンスになる、さあ中央から3対2、いやー行かせない、ナイスキーパー、これは強烈な雨、さあ右サイド、さあ行きましょう、ラストマッチ中央から、さあかチャンス2対1先制くるか、いやこれはサイドライ、さあ今度は赤チーム、これはものすごい雨、さあ中央からかわさせないスリッピー、さあ強引にくるか、右サイド、いいシュートは、いやこれはポストの横、ビブナシチームキーパー交代しましょう、ビブナシチームキーパー交代しましょうか、1点ゲームにしましょうか、これ1点決めたら勝ちにしましょう、両チームさあいきましょう、シュート、いやナイスシュート、さあ1点ゲーム取った方が勝ち、取らなくてもあと数分で終わり、さあシュート来るか、中央かわして強引に来る、ナイスです、ナイスディフェンス、さあ行きましょう、右サイドから左サイド中央に預けて3対2、さあ1点取れば勝ち、逆サイド、いやー繋がらない、コーナーキック行きましょう、赤ボール土砂降り、あと残り時間が少ない、さあ右サイドから
さて名付けて、いやーこれも力なくポストの横押し。さあ一点決まらなくてももう時間がない。行きましょう、左サイドからかわして両サイドに一人ずつ。これはナイスボール。さあ来るか、ゴール中央決められない。さあカウンターチャンス、かわして一人で来るか、いやまだキープ、まだキープ。さあちょっと言わなってるが、まだキープ、ナイスキープ。さあプレー読んでいきましょう、ナイス。さあ今度はビブナシチーム、かわして体入れ、ナイス。さあ今度は右サイド、まだ決まらない1点。いやーキーパー交代しましょう、ビブナシチームキーパー交代しましょう。なかなか1点が決まらない。さあ残りが1分、1点決まらず残り1分、そのまま行きましょう。さあ中央からシュート、いやナイスキーパー、これはキーパー正面。さあ最後までやっちゃいましょう、残りが1分。さあ左サイドからシュート、いやもうカメラも何も映ってない、ナイスゴールありがとうございました、ありがとうございます。